ドラゴンへの道は1972年制作の香港映画ブルース・リー主演監督劇場公開された際の放題は最後のブルース・リードラゴンへの道ドラゴン危機一発ドラゴン怒りの鉄拳で成功を収めたブルース・リーがゴールデン・ハーベストのレーモンド長と共同で設立したコンコルドプロダクションの 第一回作品であり、リーが初めて監督、脚本、武術指導、主演の4役を務めた。本作品は、香港映画では初めて、ローマロケを観光している。ラストのコロッセオにおけるチャックのリストの主導は、ブルースリー作品でもベストに挙げられる。また、他のブルースリー作品では見られない、明るさが目立ち、雑魚的な悪役はリーに叩きのめされても殺されないのが、 特徴である。イタリア・ローマの中華レストラン、上海は、その土地を狙う地元のギャングに、毎日のように必要な嫌がらせを受け、客も怖がってほとんど来なくなり、観光庁の泣く状態が続いていた。亡き父の後を継いだ女店主のチェンは、故郷を香港の弁護士に相談すると、急病で来られなくなった。弁護士の代わりに、いとこの短論がやってくる。弁護士を頼んだはずが、 やってきたのはいかにも、香港の田舎から出てきたばかりの風貌の青年。おまけに、異国の地の言語、習慣の違いに戸惑い路地を踏む単論に、はじめのうちはチェンは、呆れ、空手をたしなむジミーや、トニーらレストランの従業員たちは馬鹿にする。しかしある夜ギャングの送り込んだチンピラ集団を、単論は、鮮やかな中国憲法でいいとも簡単に倒すと、 一点従業員から尊敬されるようになり、単論の飾らない性格にチェンは淡い気持ちを抱くようになる。単論が加わったことで、チェンと従業員たちはギャングに立ち向かう決意を固めるが、おじで、調理担当のワンだけは堅くなに反対。そのうちレストランの方位、単論の暗殺計画、チェンの誘拐等、ギャングの手口はエスカレートしていくが、単論の憲法と起点によりことごとく失敗。 引き下がれなくなったギャングのボスは最終手段としてアメリカ人の屈強な空手の達人、コルトを呼び寄せる。ギャングの罠によってコロッセオに誘い込まれた単論は、コルトと一対一の決闘をすることになる。後に、ブルース・リートの共演経験もあるサモ・ハン・キンポーがブルース・リート本作品へのオマージュを込めて制作したのが、モエヨ・デブゴンである。 ラストのブルース・リーとチャック・ノリスの死闘は、格闘家であった角田信明も絶賛するほどであり、ジャンクロード・バンダム主演、ツイハーク監督のダブルチームのラストにあるミッキー・ロークとの死闘も明らかに本作を意識している。ゴールデン・ハーベストが本作の日本配給券を東方東和と東映洋画にそれぞれ売却したことが原因で、公開前に門着が発生していた。 東方東和は、ゴールデンハーベストのジミー・ウォング主演、片腕ドラゴンを皮切りに、リー主演、ドラゴン危機一発、ドラゴン怒りの鉄拳、アンジェラ・マウの女滑殺拳などの日本公開を続けてきた実績があり、本作も東方東和が先に配給権を締結。ドラゴン電光石化とタイトルですでに雑誌広告や EP 版のレコードなどを反則していた。 東映は1972年の千葉新一主演、東京ソウルバンコック実録麻薬地帯のバンコクロケの途中、香港に立ち寄った際にゴールデンハーベストと付き合いが生まれ、ドラゴン怒りの鉄拳の上映権を低価格で売り込まれていた。この時の東映は千葉主演、激突、殺人権を制作することになり断るが、その後、ゴールデンハーベストは、 本作の日本配給券を買わないかと再び誘い、東映は購入する。しかし、日本での工業券を先に獲得していた東方東和はゴールデンハーベストのやり方に猛抗議。ゴールデンハーベストは、リー主演、死亡遊戯の配給券を東方東和へ売る約束をしたため、東方東和は本作の配給券を手放すこととなり、東映はドラゴンへの道というタイトルで、 日本公開にこぎつけた。東映映画の本作配給権獲得の経緯について、当時の東映映画部長、鈴木恒翔は以下のように証言している。東方東和の川北さんさんとゴールデンハーベストのレイモンド長という社長同士が仲良くて、東和に全部作品が行っていた。その三本はドラゴン危機一発。 ドラゴン怒りの鉄拳、ドラゴンへの道に、シャオさんという社員がいて、うちの国際部にしょっちゅう来て、僕のことを知っていた。それで、シャオさん、ブルースリーを一本ぐらい、やらせてくれないかなと言った。鈴木さん、本気でやるかいいいいですよと、今、レーモンド長は、東方東和と正式に契約もしてませんと。それで話してもらったら、レイモンド長が、岡田さんに会いに、 日本に来たんです。岡田さんが、どうだ、レーモンドさん、一本、東映でと言ったら、いいですよ、となった。ドラゴン怒りの鉄拳にしなさい、となって、わかりましたと。確か、あの時は70万ドル出したと思う。そうしたら、スポニチが、バーンと、東映、ブルースリー映画の上映契約と、すっぱ抜いたわけ。さあ、東方東和は、腰抜かして驚いたよ。ええー、 となって、川北さんが、岡田さんに言ってきた。うちはもう、東方に、上映のオファーしてるんだと。そうしたら、岡田さんが、しかしな、聞いてみたら、あんた、契約書にサインしてないそうじゃないか。俺は、ちゃんとサインした、何が悪いんだよって。さすがに、川北さんも参っちゃった。実は話し合いで、口頭でやってたと。岡田さんが、しょうがないじゃないか。 俺は契約したんだもんって。川北さん、すごすごと帰って行った。そうこうするうちに、今度は川北さんが、ゴールデンハーベストに文句を言ったわけ。レーモンド長もこのままじゃまジいなと思ったんだろう。僕のところへ来て、鈴木さん、どうだ、提案があるけど、ドラゴン怒りの鉄拳は、東亜に渡さんか。私が見たところ、次のドラゴンへの道の方がいいと思うよ。 ローマロケだしって、僕はどっちだっていいよ。両方見てないんだし。じゃあ差し替えようと。それがラッキーだった。それで僕がブルースリーを東映で初めて扱った。大ヒットし公開初日に大勢のお客がミラノ座に押し寄せ、鈴木恒賞は岡田社長にすごいですよ、社長。ミラノ座のあのでっかい通りの反対側までお客が取り巻いてますよ。 電話で報告を入れた。風切り二日目の日曜日、1975年1月26日は、オールナイト5000人を含む入場者1万8000人を記録。ミラノ座も、世界の映画工業史上、最高の観客数を記録したとはしゃいだが、海外の映画館は、定員接種のため世界記録かどうかはわからない。ミラノ座が、ドラゴンへの道の前に上映した、ザヤクザが、 散々の入りで関係者はやっと正月が来ましたと喜びひとしおだった。鈴木詰将はこの勝因をシリーズものでもそうですが、日本人はこれが最後というのに弱いんです。うちの仁義なき戦いシリーズも完結編が一番ヒットしましたし、ドラゴンへの道も最後のブルース・リーというサブタイトルに惹かれてきたファンが多かったようですと宣伝の勝利を強調した。 しかし、手放しで喜べないのは、さきの鈴木証言とは異なるが、ブルース・リーが日本で人気が出る前に、東映はゴールデンハーベストから本作を1本400万円で売り込まれたが、商売にならないとけったと言われており、その時買い取りしていれば丸儲けだったが、今回は不愛契約だったため、廃収の70%はゴールデンハーベストに取られた。 岡田社長は嬉しくやしで、東映のプロデューサー連中に、なんでブルース・リーのような役者を我が社で育てられないんだと連日葉っぱをかけた。実際はスタジオのセットで行われた。この作品の出演で国際的にも名が広まったノリスは、地獄のヒーローをはじめとするアクション映画に多数出演。一躍アメリカの人気アクションスターに成長した。ありがとうございます。